愛知県公立高校平成23年 B 日程数学の解説を行います。マイナス42乗で16ですね。あとは計算するだけ、7です。かけて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 、ここマイナスマイナスでプラスだけ注意してください。で、そうするとマイナス2プラス2で消えますから、12分の 4x マイナス12分の 3x で、12分の 1x もしくは12分の x となります。括弧3、16×2 ですから4ルート2、36×2 で6ルート2、9×2 で3ルート2で、答えルート2です。9a2b 割るは分母かける分子、あとは約分していってください。マイナス 3a2 乗です。和と差の積、2乗引く2乗ですね。で、並び順を変えます。こうですね。そうするとかけてマイナス16足したらプラスの6ということで、8とマイナス2が出てきます。 y をお忘れなく。カッコ x プラス 8y カッコ閉じ、カッコ x マイナス 2y カッコ閉じと。次、解の公式です。 x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac ということで、ここ49マイナス32ですね。で、17ということで、こんな答えです。次、y イコール x 2乗において x の値が α から β まで増加するときの変化の割合は a かける α プラス β、 これを覚えてください。そうすると、2カッコ2たす5で2、1、14という答えになります。2番です。 A さんと B さんの所持金を合計すると5000円であった。2人とも400円の買い物をしたら A さんの所持金は B さんの所持金の2倍になった。で、 A さんを求めなさいということで、連立方程式で式を作るとこうなります。2人を足したら5000円、 A さん400円減った、 B さんも400円減った。その結果 A さんは B さんの残りのお金の2倍ですというような形で、連立方程式ですね。もしくは一次方程式、2人の所持金の和は5000円ということで、 A さんは X 円と置くと B さんは5000マイナス X 円になります。こちらで解きます。 A さんは400円使いました。5000マイナス X 円だった B さんも400円使いました。その結果 A さんの残りは B さんの残りの2倍ですということで、この2をかけてかけてかけて展開して整理して X は3200円と出ます。括弧に、円錐の底面積を3分の1にして高さを5倍にしたら体積はどうなるかという問題です。円錐、底面は円です。その半径が3対1になるわけですね。そうすると総除比が3対1の時、面積比は9対1になりますので、底面積は9分の1になりました。底面積が9分の1で高さ5倍ですから、体積は9分の5倍となります。カッコ3です。 y イコール ax 2乗のグラフ上に a、b があり、 a は x 座標がマイナス4、 b は2コンマ2の時、 a の値はということで、ここを代入します。2イコール2人が 4a、a イコール2分の1となります。2番、三角形 AOC の面積が三角形 AOB の面積の2倍である時ということで、ここを底辺で見ると高さは同じです。面積が2倍になるためには底辺が2倍になればよいので、ここが1だとするとここは2となります。つまりこういうことが言えますね。それから原点というのはこれ0コンマ0です。ここからここへ行くと x 座標が2増えて y 座標も2増えます。これそのまま直線で同じですから、同じく x が2増えて y が2増えるということで、 c の座標が4コンマ4となります。そして、ここ1番でこれは、2分の1と出てますので、マイナス4を代入すると、y イコール2分の1かける、16で、ここ8というのも出てきますね。で、 AC を通る直線の式はということなので、2点を通る直線、 x 座標が8増加したときにy 座標が4減少してます。傾きがマイナス2分の1、傾きがマイナス2分の1で切片を B と置きました。ここに4コンマ4を代入します。4イコールマイナス2プラス B で B は6と、切片6と出ましたので、答え y イコールマイナス2分の 1x プラス6となります。
括弧4です。まずは図がないので自分で図を描かないと解けません。平行四辺形 ABCD で2点 EF が BE イコール DF のところにあるとき、この四角形が平行四辺形になることを証明したいということで、まずはこの青い三角形、三角形 AED と黄色で書きました CFB の合同の証明を進めていきます。平行四辺形なので、これとこれは等しいですと。それから、こことここ等しいので、等しいものに EF を足したものですね。ED は、ED、青の方ですね。これとここ。EF ですね。から FB は、これとこれ等しくてここ共通のものを足してますから等しいですねと。それから AD 平行 BC でもう平行線あるところ錯角ありと言っても過言ではないかと思いますが、ここだとここは錯角です。そうすると、錯角ですから U が入りますね。ここにまず U が入ります。それから次、三角が等しいので、こことここ、選択肢は、かですね。そうすると、二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、この三角形合同ですよと。合同っていうことは、対応する辺とかが等しいっていうことが言えるので、こことここは、等しいですと。それから、またここに、カッコ3がありますけど、これは何かというと、平行線のここですね、こことここ対応する角に等しいんですけども、これまた三角なんですね。で、三角が等しいので、今度は平行です。ということで、ここが平行と言います。ので、3番に入るのは、O が入りますね。そうすると、一組の向かい合う辺が長さ等しい、等しく平行であるということで平行四辺形ですというふうになります。答えはウーカーオと入りますね。ウーカーオです。括弧5です。 1,2,3 の箱と 1,2,3,3 の玉がありますと。これ区別するために A、B というふうに変えました。で、高校入試の数学は全部書けばなんとかなるという問題が大半なので、全部書きました。そうすると樹形図を使って1で 2AB で 1,2 と使ったのに残っているのは AB という感じで、全部書くときに、全部でいくつかっていうのを先に計算で出してます。ここに入るのは1か2か3、1か2か A か B で4通りありますよと。そうすると1個ここに使ったらあと3個玉が残ってますので、ここには3通りで、2個入れたのであと2個残っているのでここ2通りということで、全部で24分のこれが分母になります。あとは、該当するものを残していくんですが、例えば1に1入れた、もうここの段階で終わりなので、これ以降はここを考える必要がないと。で、次2の箱に2が入っている、ここもこの段階でダメですね。で、ここはもうこの段階でダメなので、これ以降考える必要がないということですね。から、そうすると2、1でここに3が入っちゃダメなので、3というのは AB ですから、 AB を消していくと、この3つが OK ということ、あ、2つが OK ですね。が、次ここ A、B の場合も2はボツにして、ここに AB が来ているとダメなので、そうでないものを残していくと全部で8通りが OK です。ということで24分の8で3分の1という答えになります。括弧6です。容積が12立方メートルの水槽 A と容積が15立方メートルの B があって、水槽 A には2立方メートルすでに水が入っています。で、どちらも、毎分 1.5 立方メートルずつ水を入れます。 A には毎分1立方メートルずつ 排水する管がついています。最初に水槽 A の排水管を閉めたまま、ここは閉じた状態ですね。給水管を同時に開き、4分後に A の排水管を、開いて、それぞれの水槽がいっぱいになるまで水を入れた。A のグラフを書きなさいということで、まずは最初から2ありますよということで、ここがスタートですね。で、1分間に 1.5 ですので、これグラフ 1.5 と取りにくいですから、2分間で3と考えればいいですね。2分間で3増えます。2分間で3増えます。ここです。そうすると、ここまでつながります。
で、4分後には今度は排水管を開けますから 1.5 入れて1排水すると 0.5 ずつ増えます。毎分 0.5 ということは1分間に 0.5 ですから、2分間に1、今度は2分間で1、2分間で1、2分間で1、2分間で1ということで、グラフはこれで完成です。次、2つの水槽の水の量が等しくなるのは何分後ですかということですけども、これ計算で出すよりも、グラフで見た方が早いです。こちら毎分 1.5 ですから、こちらも2分間で3、空っぽからスタートですね。2分間で3、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 ここです。読み取れますね。6分後ということになりますね。3番です、こことここが等しい二等辺三角形で、ここの角度を求めなさいということですが、ちょっと補助線を入れますね。ここです。そうすると ここは半径なので、これ二等辺三角形、底角52、52となりますから、180から52を2個引いて76、ここが76度と出ました。次、この弧に対する中心角が76ですから、同じ弧に対する円周角は半分で38となります。次、円に内接する二等辺三角形っていうのはですね、頂角から垂線を下ろすと円の中心を通ります。こうですね。そうすると、これ半径でしたけども、これも半径です。だから、これ左右対称になってます。二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分するなんていう性質がありますけども、でこことここは同じ角度です。そしてこれ二等辺ということで、ここも同じ角度です。つまり、38÷2 かける2分の1で、ここが19度と出て、これ二等辺三角形で19ということで、答えは19度になります。括弧2です。外等 PQ と長方形の壁 ABCD があって、ここ6、2、1、3と分かっていて、PQ のこの外灯の高さを求めなさいということですけども、 PQF だけ書きました。ここ6、2、1、X ですね。そうするとここに相似があります。相似比は2対6ってやらないでくださいね。小さい三角形が2で、大きい三角形8ですから、2対8、簡単にして1対4は1対 X となります。したがって X は4メートルと出てきます。丸に、この影の面積を求めなさいということですが、まずこの影はどんな形かというと台形です。でそれ前に、CQB を見ます、CQB です。 B が90度の直角三角形で、ここが6でここは3です。そうすると3平方の定理により、ここは3ルート3と出てきます。次、底面の QEF について考えます。書いてないですけども、 QEF ね。でここが B で、ここは C です。そうすると、6対2、ここ3対1ですから、今出したここ3ルート3に対して3分の1のルート3、それから相似比3対4ですから、3対4、そのまま4ですね。そうすると上底足す過程かける高さかける2分の1で、面積は2分の7ルート3平方メートルとなります。括弧3です。四角形 ABCD は正方形、一辺の長さは4です。AE は3倍の EB ですから、ここ3対1、つまり4センチでしたから、3センチ1センチです。ここも同様に3センチ1センチということがわかります。そうするとまずですね、三角形 ABF、
ABF、この緑で書きました。この三角形、3C5 という三辺の比の一番よく出る直角三角形と DAE、これも3C5 で、合同です。合同ってことは何がわかるかっていうと、対応する角が等しいので、この角度とこの角度が等しいということがわかります。そうすると、次、三角形 AEG と三角形 AFB は、この角が共通です。この角が等しいです。二組の角がそれぞれ等しいので、相似です。相似ということは、この、AEG の三角形も3対4対5だということで、3対4対5、4対5ですね。X 対3は4対5ということで、X は5分の12と出てきます。丸2です。三角形 GBF の面積は三角形、GEF の面積の何倍かということで、B から AF に垂線を下ろして、その交点を H としました。で、ここ、垂線ですから90度。丸1よりここ90度と分かってますので、これとこれは平行です。したがって三角形 ABH と三角形 AEG は相似だということが言えます。その相似比は4対3です。4対3。つまり BH 対 EG も4対3です。で、この最初の問題の2つの三角形は底辺共通です。そして高さが4対3なので、面積もそのまま4対3。従いまして、4は3の何倍ですか？ 3 分の4倍となります。